今日午後、遠野市で草取りをしていた90代の女性が親子とみられるクマに襲われ、怪我をしました命に別状はないとみられます今日午後1時ごろ、遠野市宮守町の自宅前で草取りをしていたタダ・テルさん、92歳がクマに襲われましたクマは2頭で親子とみられていますタ田,田さんは現在病院で治療を受けていて 左腕や額後、頭部などに怪我をしていますが、意識もあり命に別状はないということです。現場は山いの住宅が立ち並んでいる場所で遠野市によりますと、現場周辺では今年に入り頻繁に熊が目撃されているということです。市や警察は防災無線やパトロールを通じて注意を呼びかけています。警察のまとめによりますと。 今年県内でのクマによる人身被害はこれで6件目です。